はい、こんにちは。日本改革徳澤です。民のかまど馬様、ご支援ありがとうございます。何度もご支援いただき、誠に、ありがとうございます。ありがたく頂戴して政治活動資金にさせていただきたいと思います。7月1日土曜日、政策報告会します。来てねー。豊島区東池袋 1-40-14 28産協ビル504号室ふれあい貸し会議室池袋ナンバー46であります。貸し会議室池袋だけで46以上もあんのかなぁ。三峡ビルと読みますね。線路沿いの公園の向かいです。住所スマホに入れてナビでいらしてください。8月15日メール当院様限定で終戦の日靖国神社正殿参拝&懇親会を開催いたします。ご案内は後日開始いたします。皆様ふるってご参加ください。自民と公明、他国と共同開発の兵器は輸出を認める。例えば日英伊共同開発が決まった戦闘機とか、方針が判明、共同通信が慌てて報道、多分、中国、ロシア、北朝鮮に対するご中心かな、慌てて、報道いたしました。一般判断です。おお、どんどん稼げ、それでよい、どんどん売りなさい。共同開発に限らず何でもよしがいい。黒字になるならいいんじゃないですか。あ、台湾を想定してんのか。公明党が関わってたら中国に筒抜けじゃないのか。台湾有事が思ったより近いのかもな。他国に売ってですね、実戦を経験させてですね、信頼性を証明しないと、なかなか兵器って、使ってみたら、思わぬ不具合がっていうのが多いもんですから、実戦経験がやっぱり多いですね。アメリカのエイブラハム戦車とかは評価高いですよね。日本のあの樹式戦車なんかもですね、評価は高いんですけど、実戦で使ったことねえからなんせ、どんな不具合が出るかわかんないって評価はいまいちですよね。試験なんですけど、戦闘機開発には A と E が、イギリスとイタリアが関わっているので、最終組み立て地がですね、日本で行われました。そこからどこにも動かせませんなんてなると、イギリスとイタリアが怒るでしょうね。そもそも武器輸出三原則なんて、ふやっと、もやっと、した概念で、今まで立憲や共産がうるさかったからできなかっただけでですね、やっちゃダメって明文化されてるわけでもなく、共産党メインの党員が70代っす。立憲、離党者続出で、維新に行っちゃいそうです。いずれも弱ってんで、やってしまえ。どうせ何言っても文句言うんだからね。公明から中国に筒抜けなんではっていう懸念がありましたけれども、軍事機密は議員なんかには渡さないでしょう。説明したとしてもですね、理解できるとは思えない。設計図とかそういうの、現物渡さなければ、流れない。安心じゃないかな。中国共産党が起こりそうな案件だけれども、公明が賛成してるってことは、美味しい利権でも食わせたんでしょうか。それともイギリスとイタリアが関わってんだから、しゃあないよね。しゃあないでしょ。だってさ、日本から動かせませんってなったら、怒るっしょ。って言って納得させたんだが、次の衆院選で公明党は半減するんで、気遣い必要はないですね。そういえばですね、自公は兄弟、仲直りしないと、勘違いも甚だしい萩生田光一衆議院議員ですが、政調会長ですね、今。安倍派の総裁候補として、西村経産大臣が手を挙げたそうであります。内心イライラしてるんじゃないでしょうか。萩生田光一は、我こそはつって安倍派の総裁選の代表になりたい。我々としてはですね、勘違い野郎だと分かっている萩生田さんよりは、西村経産大臣に期待したところだな。でも西村さんもどういう人間か、いまいちよく分かんないんで、様子見であります。今日の志位和夫、信者向けのお言葉、あるいはミサ、説教、革命は、怖いことでも何でもありません。アメリカ財界中心から国民中心に日本海、それこそ、閉塞感を打破できると、人民中心に変えるの
間違いではないかってパッて思ったんですけど、一般反応です。暴力なしの革命などありえませんけど、日本を変えてくれっていつ頼んだのか、閉塞感なんて感じてませんけど、共産党の支持率が閉塞してますな。あなたが一番革命される必要があるのでは。党を変えようとした当面を除名してたやん。支持率 1% が何言ってんだよ。怖くないならなんで公安に監視されてんですか。皇室廃止は暴力革命では、革命は銃口から生まれるって誰か言ってましたよ。とりあえずサドルにぶっかけるのやめてもらっていいですか。共産党の話題になると誰か一人は必ずこれ書くな。怖くないよって、いや怖いわ。私がですね、あの共産党が権力持ったら我々から全て奪って、家畜か奴隷のように扱うって全くの事実言っただけでですね、懲罰委員会にかけたじゃないですか。ああ怖えわ。代表選挙しないのって提案した党員をですね、問答無用で除名してなかった。シーカズを代表長船っていうのは攻撃とみなして党を挙げて打倒するって言ってなかった。命を改めると書いて革命ですよ。こんな暴力的でですね、物騒でですね、血なまぐさい言葉、私はあの他に知りません。例にもですね、あの革命に暴力と流血は不可避。なぜなら平等に分配されるために資産を一旦全部党が預かるわって言っても必ず抵抗があるからって、国家と革命1918年で白状してんじゃないですか。あー、つまりこういうことですよ。共産党が権力持ったらみんなに平等に、配るためには一回あの全部の富をあの集めないといけないな、でないとあの総量は上がんないしなと言って、人民の家にのこのこ出かけてって資産全部よこせと、預金も現金も土地も家も全部よこせと、家族も労働力として全部よこせと、みんなに平等に配るためなんだから下がらうなっつって、下がらない人いないでしょ。いないと思うな。全くね、本当に何にも、いいよ、俺何にも持ってねえからって、無敵の人以外はね。だから、抵抗すから、それをね、鎮圧するために、暴力装置が必要だっつってんですよ。革命は怖くないよって、共産党をきっちりと、公安が監視しているのは、政府は怖くないって思ってないからですね。シーカゾーのパヨゴに納得してですね、さすがシーさん。刺すしって言ってるのは、まあ、信者だけでしょうね。これは、教会でやるミサみたいなもんではないか、と私は感じております。令和太郎、山本、令和山本太郎、街頭演説集会。腰にですね、こんなものをつけてですね、まあ、一見ワイヤレスマイクに見えんですけど、警棒おじさんである。長州、腰につけたそれって警棒ですか？そうです、警棒です。だって考えてもくださいよ。総理大臣が撃ち殺される国ですよ。そんな中で私丸腰でって無理です。自衛の大切さを自ら教えてくれたみたいであります。一般反応です。中学生がやる。いつもの話し合いではどうした。やっぱ武力は必要ってことじゃん。仲間をリンチするための下馬棒だろ。誰だよ携帯許可したら。対話対話言ってるやつがこれだもん。話し合いで、かっこ物理。憲法9条があれば、警棒なんかいらないのでは。話せばわかるのに武器を持つなんて。令和信者。専守防衛だから、セーフ。パヨは無抵抗の相手を武器でボコりたい側だから。そうなんだよね。無抵抗で、武装をやめてる。相手側にそれ要求してですね、自分は武器持って、その無抵抗で非武装の相手をボコりたいっつのが、パヨの腐った根性であります。どういうもの食ったらこういう腐った人間なんだか、私にはさっぱりわかりません。タロが持ってる警棒はですね、特殊警棒と推定いたします。こういうやつ。伸縮性のこういうやつでですね、魔法科高校の劣等生、千葉エリカが使っておりました。いい歳してアニメばっか見てるって、思わないでください。実物に触ったことあります、私。ずっしり重くてですね、頭を余裕でかち割れる代物であります。完全に殺傷能力あり。伸ばすときはハンドでですね、こうやって振ってですね、ジャギーンってすげえ音します。戻すときはですね、ハンマーで、頭をコンコン叩くか、コンクリにでも叩きつけてですね、戻します。下手すと、コンクリートのブロックかなんか持ってきて、さあ戻そうかなんつって、先端でつついてますと、コンクリの方が割れます。もちろん、職質でですね、持ってんのバレたら署に連行されて、数時間帰ってこれません。下手すりゃお泊まりであります。なんで山本太郎捕まんねえのかな、全くの謎だよな。軽犯罪法違反でですね、逮捕したら、テレビや仲間、特殊野党が騒ぐから警察もめんどくさがって、
お咎めなしなんでしょうか。令和は中核が主体じゃないですか、母体、じゃないですか。太郎の警棒は本当に自衛用なのか、内下場で仲間をリンチするよう、あるいは警察に逆らう目的で持ってないか、自民党が議員が持ってたらですね、見せびらかしてたら持ってますなんて言ったらばワイドショーネタでしょうね、朝から晩まで。自民党議員がですね、選挙期間前に内裏たすきつけてたらやっぱりワイドショーネタでしょうね。立憲共産社民令和がそれやってもテレビスルーだもんな。暴力容認してるってことですよね、テレビはね。これでとりあえず山本太郎はですね、話し合いでなんて言った時にはですね、警棒持ってるあんたに言われたくない。あんただって最後には暴力に頼んでしょ。3人に怪我させてなかったって言い返せますよね。津田塾大、2025年4月からトランスジェンダー女性を受け入れます。まあ、体が男でも、女性だって言い張れば、入学させます。朝日新聞が嬉しそうに報道しておりました。一般反応です。なんか俺、女子だったような気がしてきた。入学できたら、女子寮とかにも入れるの？ゲス顔。冷やかしのおっさんが大量に受験に行きそう。入学できても居心地悪いんじゃないの？男性標本として、いろいろ実験されそう。それやだな。まあご褒美と感じる男性もいるんでしょうけど、縛り付けられてね、いじぐりこんにゃくされたね。トイレも個室も女性用の使うのか、バカバカしい驚愕にしろよもう。女子大が存在する意味をだな。女子大って時点でジェンダーに思いっきり反してんだよな。そうですね、女子校男子校なくなっちゃいますもんね。共学になっちゃったね。私の母校の高校も男子校だったのが、共学になっちゃいました。で、娘が入学、ちゃっかり入学したんですけれども、女子校も共学になっちゃってね。桜ヶ丘高校って、みやびな名前になっちゃったんですけど、実は共学っていうね。女子校自体が性差、女子大自体が性差別。トランス女性、不合格は差別。言われそう。私がトランス女性だから差別して不合格にしたんですね。で、訴えたり暴れたりして、なんか大学の方でもめんどくさくなっちゃって、ああいよいよ入学で、大学の質落ちますね。これ今の偏差値見て驚いたわ。もう平行の危機じゃないのか。女子の受験生が確実に減りそう。やはりですね、俺も行きたい。無責任な興味本位の投稿をし、エロゲやりすぎでは、あとはね、そういうアニメ、エロアニメ見すぎでは、男は女子寮っていう響きに憧れを持つが、現実にはなんか臭いらしいっすよ。本当かなって感じですけど、現役津田塾生がツイートしておりました。唐突に決まっちゃった。懸念を質問しても回答がない。無理やりの強行突破で決まっちゃったみたいですよ。一部の人間の思惑で、思惑で。昔はですね、女子の東大って呼ばれたこともあった津田塾ですが、現在の偏差値は学部によっては47程度でも入れるぐらい落ちぶれております。津田塾幹部、受験生減ってるし、少子化で先行きも暗いし、設立の歴史と理念から驚愕にもできんし、せや自称女子も入れたろう。もう生徒の意見を聞かないで強行突破っていうのは、SNS で拡散してますよ。50代おっさんの私が知ってるぐらいでも受けようかなって考える女子高生は、いろいろとネットを調べるでしょ。津田塾ってどんなとこなんで、そうすると真っ先にこういうのが出てきてね。結果ですね、女子の受験生が減る、偏差値ますます下がるの予感、全くの本末転倒ですよね。当事者が解説、性同一障害とトランスジェンダーの違い。これ私今日まで知らなかった。なかなか勉強になりました。なるほどな。女性なのに体が男だから元に戻りたいっていうのが性同一障害、男性だけど女性になりたいっていうのがトランスジェンダー。性同一障害は障害なので、生まれつきの障害なので、救済措置として本来の性別に戻る性転換手術を受け、戸籍を変更できると。トランスジェンダーは本来の姿に戻る感覚がないんで、性転換手術を強要されたなどという。
で、あの性同一障害の人は性転換手術で元の自分に戻ると考える、LGBT 法をご利用した連中の大半はこういうことを理解せずに抗菌チューチューチャンスの新事業のために推進してたんじゃないのかな、私もあの今日まで知らなかったぐらいでして、リスクを取って性転換手術をした人、性同一障害の人からしたら、その場の思いつきでですね、私は女、やっぱり男って無責任発言するトランスジェンダーが腹立たしくて腹立たしくて仕方ないですよね。許せないですよね。全くあの私も知りませんでしたけれども、まああの言葉用語はちゃんとあの正確に、使わないとなーって思った出来事でありました。よかったらあのこれ皆さん周囲に教えてもらってください。手術してねえやつはそういうわけなんだよ、その日の気分で言ってるだけなんだよ、バラしてあげてください。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。